皆さんのうちの敷居とかカモイとか、うん、そういうものを溝をついたりして大工さんのお手伝いをしているのがここの基本的な仕事。清代所の方で清代していただいた木を削っていろんな形にさせていただいてます。これはあの断面なんですけど、いろんな断面でこういう加工ができますよっていう、まあ、あの敷居もそうですけど、あの縁ですよね。こういうのの方は、まあ、飾りということでやらせていただいてます。その他には毎日削ってるのは敷居とか鴨居とか、なるほど、そういうものを作らせていただいております。電車バスが大好き、はい、はい、浜さんも電車バスが大好き、はい、電車だけですけど、ね、電車が大好き、電車が大好き、浜さんは電車が大好き。どんな電車好きですか？通勤電車が好きです。いいですね、僕も通勤電車大好き。和田岬線はどうですか？好きです。今日はテーマがお化けなので、翼くんはドラム、ドラム、江崎さん、プチプチ、江崎さん、プチプチ。私もうずらの感じで、